高島長崎県内の長崎市高島の市高島は九州北西部の長崎半島西沖合にある島。全島が長崎県長崎市に属する。高島の空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成島は古代三期高島層からなり最高峰のゴンゲン山が島中央部のやや北方にある。全体に 消した地形をなし、北側海岸は、急な崖となっている。元は、高島本島と続島の上双子島、下双子島、飛島があったが、上下双子島と本島は、炭鉱からのボタで埋め立てられ、陸続きとなり、そこに高層アパートが林立した。また、飛島も防波堤により、陸続きとなっている。気候は、温暖タウであるが、水資源を確保することができないため、 対岸の三和地区から海底送水管で送水している。伝説では、平家の落ちうどが初めて島に住んだと伝えられるが、江戸時代以前に確実に常住者がいた記録はない。江戸時代には佐賀藩領となり、1642年に同藩によって長崎港警備のための延見番所が置かれた。1695年には、非全国松浦軍 MK の五平家が東内で、 石炭を発見、いまり、ハサミにおける製陶用燃料として用いられた。明治以降は、高島炭鉱が島の主産業の座を占めていたが1986年に、閉山後は人口が急減した。江戸時代初期から採掘が始まっていた高島炭鉱が、明治時代初期に、英国商人、トーマス・グラバーらによって、本格的な近代炭鉱として開発された。 1965年頃には、従業員、約3000人、年間出単量約127万トンに達したが、その後前年、1985年頃には、年間出単量約65万トンに低落した。同年の校内事故、生産調整等により、1986年11月27日をもって、高島炭鉱は閉山された。閉山後は、 磯釣り公園の整備等を行い観光開発を模索しているほか、トマトのハウス栽培が盛んになっている。島内の公共交通機関としては、長崎市コミュニティバス高島線が運行されている。ありがとうございます。